まあ結局そういうことなんですよね。AI があったって AI をどのように使うかっていうこの自分の頭の中の AI がなければね結局稼げないしテクノロジーを有効に活用することができないんですよね。まあ今やほとんどの人がスマホを持っていてほとんどの人が毎日 YouTube を見たり Google マップを見てますけどもただユーザーになってるんですよね。ユーザーってことは消費されてるわけなんですよ。実は利用してるようであって Google に利用されてるんですよね。でデータ収集させられてるんですよ。ね。まあでも実害があるように感じれないからほっといてますけども、いや多いなら実害だと思いますよ。うんだったら実害の部分はもうねユーザーとして避けられないんだったら、そのインターフェースからスマホからあ YouTube や Google マップから利益を取り出すようなね、まあそんな使い方を考えて思いつかないといけないでしょうね。うん。でまさにその スマホを持っているのに稼げない人、スマホを持っていてそこから利益を取り出してる人っていうのがはっきりいてで YouTube を見てるだけの人と YouTube から収益取り出してる人がいて同じテクノロジー使ってるのにまあこうも差があるわけですよ昔から言いますけどね何、うん、とかとハサミは使いようとか言ってからねハサミがあるよそのハサミによって利益を生み出す人自分の生活を豊かにする人ハサミで怪我する人ねちゃんちゃんって感じですよ だからねテクノロジーって結局賢い人にだけ手渡されたそんな道具なのかなと思いますよねまあ太古の昔人類が火を手にしました火は危ないと言ってやっぱりこう使うのが遅れた人もいるし火は便利だなと思って火事で死ぬ人もいるわけですよでも賢い人は火の扱い方と火に対するリスクヘッジをちゃんと完成させてねそっから豊かな生活を完成させますよね 結局そうやって火を見つけた類人猿と今文明社会で生きてる人間とほとんど変わりがないのかなというところですよね。で賢い人の恩恵を受けてそのねなんかおこぼれで暮らしてる人がいるっていうのもまた事実であってであとはねなんか世のため人のためになりたいみたいな推挙の人もいるんですよね自分の得じゃなななくって誰かかが笑顔になればいいなとかね。 そんなな人もいるる。んんで、でかか助かっててますよね,なんかね、はい。ね、チャット GPT4O これれを、ね、無料同然で出してくれる本当にねあのそんなお人よしっているのみたいな感じですけどもせっかくそこまでやってくれてるのにほとんどの人は何事もなく過ぎていってそれを使うこともなく、うん、使うスキルもなく頭脳もなくそのまんまなんかねカモ家に向かって一直線に走っているみたいな感じですかいってらっしゃい。